昼夜一月の13日火曜日の土曜日、旧暦では11月、まだ秋だね、もう冬になるかね、11月の23日ということで、土曜日火曜日の時間になりましたよ。はい、お昼12時は、よかったらね、この FM 小座 FM761 でお楽しみくださいね。ツイキャスの皆さんも、ユーストリームの皆さんも、こんにちは。3連休明け、どんなですか？ちゃんとお休み取れてましたか？まあ、昨日はね、成人の日ということで、3連休になっていましたね。ハッピーマンデーですからね。あ、4連休の人もいるの？まさかや。3連休ちょっとハメ外して、休みすぎゆっくりしたら、今日体調崩して休んでいる方もいるの？はぁ、嫌な。大変さ。もういいさね。あの、正月休みの疲れがね、また、この3連休で来たっていう人もいるみたいだから、もう今日はゆっくり休んで、そんな人はね。でも、できるだけ3連休だけで、ね、ちゃんとしてみるのもいいかもしれないよ。まあ今日はね、沖縄地方暖かくて、過ごしやすい感じになっていますのでね、いいぐらいの感じになっているのでね、あの、体には十分気をつけて、ゆっくりゆっくり歩かしてくださいね。気持ちもね、車も足も、よろしくお願いいたしますよ。さあ、それではそろそろ主法日火曜日始めてみようかね。2回目の成人式って言っていたね。ゆきちゃん、ゆたさるごと。石底巻きのゆんたくタンチボックス。改めまして、皆さんこんにちは。主婦帯火曜日、石底巻きのゆんたくランチボックス始まりました。巻きママこと石底巻きちゃんとどうぞお付き合いくださいね。ゆきちゃんはね、2回目って言ってたけど、私は2回はもう通り越してからね2回目と半分ぐらいの勢いにもう迫りそうな感じではありますが、見た目と心はね、まだまだ若いですのでね、よろしくお願いします。まあ、成人式ね、実は今回関わらせていただきました。私は結婚して住んでいる地域が那覇の方なんですけれども、那覇市内の、まあ、回し地区っていうんですかね、大きく言えば、そこでいろいろと読み聞かせをはじめ、まあ、PTA 活動もしたりとか、まあ、地域の子どもたちの応援団として、長年、活動をさせていただいてるんですが、まあ、ご縁があって、回し中学校区の成人式の司会のお手伝いをさせていただくことになりました。まあ、27年ぶりに、ね、成人式に、向かうということで、とっても楽しみにしていました。で、今中学校区ごと、ま、中には中学校で、開催したりとか、地域開催型の成人式に、沖縄なっているんですよね。で、それになってからは初めてだということでね、どんな感じになるんだろうとか。で、地域開催型っていうことは、この地域の子どもたちですよね。だから、子どもの頃から見守っている皆さんが二十歳を迎えて成人の日を迎えているということで、多分お散歩してる時とか、車走らせてる時とか、あとスーパーに買い物行く時とか、図書館に足を運んだ時とか、あとは学校の読み聞かせとか、そんな中で出会った子どもたちが、まあ、二十歳を迎えているのかなと思うと、まあ、地域のお母さんの一人としてはね、なんだかそんなことも嬉しく感じたりして、まあ、新成人を迎えた皆さんたちっていうのは、やっと大人になれた、ワクワクっていう気持ちの方が強いと思いますが、まあ、育ててくださったご両親やご家族や、まあ、周りの大人の皆さんたちで、私たちのように地域で関わっている、まあ地域のお母さんたちも含めて、お父さんたちね、おじいちゃんおばあちゃんたちもみんな含めて、もうなんだか嬉しい気持ちでいっぱいです。で、可愛かった子どもたちが成長したのが嬉しくもあり、で懐かしい気持ちもありという感じでね。ね、
特にあのボーチラーだった皆さん、ね、やんちゃしてた皆さんがどんな風な表情でね、でどんな風な振る舞いで、この体育館に入ってくるんだろうっていうのをすごく楽しみにしながら、ね、あのワクワクしながら式の開催、待っていたんですけれども、あの119名うちの学校区の方では119名の皆さんが新成人として認定されて、まあ、成人の日を迎えたんですけれども、その中の、80何名、まあ、90名近い皆さんがね集まったということで、すごいなと思いましたね。まあ、その、 あの学年の皆さんたちのまた横のつながりもねかなりあっただろうし、あと先生方含め、あと地域の応援団の皆さんたちとのつながりもあったんだろうなと思いながら、まあ、去年がねもうちょっと少なかったということなので、今年は90名近い皆さんがね、で、あの駆けつけてくれて、すごくあの静粛な場面はちゃんと粛々と、そして後輩の子どもたちが盛り上げてくれるところではにこやかに声援を送りながら、中にはね飛び入り参加する新成人の皆さんもいたりして、とっても楽しい時間、そしてとてもすごくいいあの式、2時間の成人式を送ることができました。あ、なんかあの沖縄の、ね、成人式といえば、ちょっと暴れちゃったりしてとかっていうのも取り上げられたりすることもありますが、それを面白がってね、メディアに、ね、大きく取り上げられてしまう部分っていうのもあったんですが、まあ、その反省も踏まえながらね、まあ、ちょっとねあららっていうことはあります。毎年ね、まあ、これどこの、区域でも地域でもあるとは思うんですが、あるんだけれども、ただ式の方は、成人式というのはもう地域の皆さんが作り上げて、親御さんたちも作り上げているということで、子どもたちそれをしっかり受け止めて、あの式の間もしっかりとねやっているということ、あ、子どもじゃないですね、子どもたちってもうかつて子どもたちだった皆さんを応援している立場なので、子どもたちって言ってしまいましたが、この新成人の皆さんたち素晴らしかったですね。これがまたね後輩に受け継がれていくのかなと思ったりいたします。さあ、成人式楽しかった嬉しかったっていう話からちょっとね長々とオープニングになりましたけれども、さあこの番組は FM761 ラジオを聴きの皆さん、そしてツイキャスユーストリームでも映像と音声配信しています。どちらからでも、メールね受け付けていますので、まあちょっと私と連絡したいという方、お知らせしたいということなどありましたら、送ってくださいね。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp で皆さんのご参加お待ちしています。それでは今日のオープニングナンバー参りましょうか。まあ、毎週マキママフェイバリットの中からねセレクトしているんですが、今週はまあ成人式で浮かれてばかりもいられないということで、センター試験前ですよ。なのでね、パワフルな声と音で応援しようということで、フリップの昨年のアルバム、まあ一番新しいアルバムになります、ガールに収録の3曲全部今日はお届けできたらなと思っています。1曲目はフリップでガール。
この後はプレゼントもありますね。初めて、ん？初めて登場？ももあんさん。そうですね。そうですよね。ね。北中城の食事処ももあんさんの、レア券プレゼントします。沖縄に遊びに来る予定のある方も応募してみるといいんじゃない？ね。日本そばかで納得の和食ということでね、私はまだ行ったことないんですが、どんなところかな、でも紹介しちゃいます。ダメ、くしゃみ出そう。お届けしたのはフィリップでガールでした。出てこない、どれだ、6-1ドマーク、fmkousa.jp でお待ちしています。この後は話題いろいろでお届けしていきますよ。プレゼントやってからね、はい、受験期の健康管理とスマホ携帯で視力低下、今日はちょっとママ目線でいってみようかな。石底巻きのユンタクランチボックス。
きママこと石底巻のゆんたくランチボックス、主婦帯火曜日お届けしています。 FM761 ツイキャスユーストリームでご一緒いただいていますよ。さあ、最初のコーナーはまきママの話題いろいろゆんたくランチボックスということでお届けしますが、まずは忘れないうちに今週のリスナープレゼントを紹介しておきますね。今週は初めて私は読み上げるかな、北中城さん、北中城の島袋にあるお食事処桃庵さんから頂戴したペア食事券一組様にプレゼントします。桃庵さん行ったことある？本格的な日本そばをはじめ納得の和食を楽しめます。ご希望の方はメールでご応募ください。懸命に主婦帯リスナープレゼント、主婦帯プレゼントと書いてくださいね。本文にお名前ご連絡を、ご明記の上、そしてご意見とかご感想もねあると、当たりやすくなるかもよということで、ぜひぜひね書いていただけたら嬉しいなということですね。で、1週間まるまる受付いたしまして、当選者は来週の月曜日の主婦帯、昨日から始まってます。来週の月曜日の主婦帯、千葉のその子のハピスマアフタヌーンそのちゃんの、曜日でね、発表いたしますので、ぜひぜひあのももあんさん行ってみたいという方ご応募なさってみてくださいね。761 @fmkosa.jp でお寄せください。番組にもいろいろと送ってみてね。北長城村島袋お食事処桃庵のペア食事券一組、プレゼントのお知らせでした。さあ、そして、前半のまきママのコーナーはね、いろんな話題ね、気になる話題、ピックアップしてお届けしているんですが、まあね、成人式が終わるとすぐにやってくるのがね、大学受験ということで、まあ現役の皆さんも、それから、今1年2年と受験勉強してますよと皆さんも、もう今週に入ってちょっとドキドキが止まらないという感じになってきましたでしょうかね。で、本人たちもね、緊張しているのはもちろんですが、支える家族もね、あの学校の先生や塾の先生もしっかり、もうね、周りの皆さんがやっぱり同じように緊張して見守っているんですよね。さあ、いよいよ今週の土日ということで、1月17日18日に大学入試センター試験、ございますけれどもね、受験期の健康管理、まあまあまあ皆さんはこの冬に入ってからちゃんとなさっていると思います。ご家族の皆さんもしっかりとケアをしてくださっていると思いますが、改めてね、あと少しだからと気を抜かずに、それからまあセンター試験から、二次試験もありますしね。で、また私も家族、一人受験生抱えてて、まあ、こちらはね高校受験ということで3月ではありますが、まあ、推薦入試をね受験する子たちなんかはもうそろそろですよね。もうそういったものもありますのでね、ちょっと心配になっていたりとするかとは思いますが、まあ受験期の健康管理で、ね、大事なポイントというのはやはり簡単でいてね、怠るとダメだよということで、やはり手洗い、うがい、マスクを本人だけじゃなく家族で全員で励行しましょうということになってますよね。体調管理本当に大事です。本人だけじゃなく家族がということをね、ちょっとお伝えしたいなと思いますが、試験の本番で風邪やインフルエンザにかかっては実力が発揮できませんよね。まあ受験は家族全員が気持ちを一つに協力することが一番大事です。夜型の生活を朝型に切り替えて規則正しい生活を、まあ家族でというのは基本なんですよね。なかなかね、仕事の都合だったり、まあいろんなことで全員かっていうのは無理かもしれないんですが、でも受験生本人だけじゃなく、まあお父さんお母さんとか、まあ、例えば兄弟ご兄弟とかね、
そういう家族の皆さんが何人か、ね、一緒にやってくれると、また自分も頑張ろうって、眠たいけど朝起きて、ね、早めに寝てっていうことをし始めるんじゃないでしょうか。まあ、すっかりできているよ、もちろんですという方も、ね、多いとは思うんですが、まあ、大学受験の場合、本人は高校生であってもまだ子供で、その実感が全くないんですよね。気をつけなきゃという実感がないそうです。家族が率先して外出の時にはマスク、帰宅時には手洗いうがいからということで、家族全体で体をケアするという意思統一ができていることがすごく大切になってくるようです。試験前、受験生は精神的に不安定になっているので、家族はとにかくポジティブに、笑顔を絶やさないように明るく接してほしいと、まあ、教育の専門家は話しています。国立国際医療センターの国際感染症センタートラベルクリニック神奈川医長は、インフルエンザは毎年ウイルスが少しずつ変わりながら流行を繰り返す、感染力が強く、ちょうどこの1月から2月の受験シーズンに一気に広がるので、受験生とその家族は注意が必要ですと指摘しています。まあ、本土の方ではもうすっかり、ね、流行していて、学級閉鎖だとか、ね、もう家族の皆さんまで体調崩しているという方も多いようです。まあ、寒さが厳しい本土ですからね。でも沖縄も、まあ、ちょっとずつではありますが、まあ、救急医療なんか行くとすぐに分かると思いますが、やっぱり流行っているんですよね。でここから一気に、まあ、3月くらいまではちょっと気を抜けない感じですからね。本当に、ケア、体のケア、健康管理というのはしっかりしたいですよね。まあ、感染リスクを少しでも減らすためには、先ほども申し上げましたが、外出時のマスク、帰宅時のうがい、手洗いの習慣化を家族全員でやることが大事ということで、まあ、我が家は先ほども言いましたが3月が受験なのでね、娘の受験にあたっておりますので、その3月に向けて健康管理にはもうこのお正月明けますます力が入ってます。でもね、冬季講習、沖縄ちょっと年末からお正月もすごく寒かったじゃないですか、ね、空気も乾燥してたりとか、もう寒さをね、ちょっと冷えから体を守るために体がちょっと硬くなりがちでね、ちょっと筋肉も凝っちゃったりとかして、まあ、そういうのもあって、そんな中子供たちね、冬季講習とか結構頑張っていたりしたんですよ。それでね、ちょっとうちの娘も気をつけていたつもりなんですが、やっぱりヒュンってね、免疫力が落ちたところ、ピュンツンって疲れたようで、結構ね大変でした。で、学校は行き始めてすぐにテストが3日間あったので、まあそれはね、なんとかこなせたんですけど、ちょっとねあれです、今週、この3連休まで、週末から5日間ぐらいかな、はずっと体調を休めてました。もうね、全国統一模試みたいな、沖縄県の統一だ、沖縄県の統一模試みたいのがあったんですが、もう体が大事だから、もうまずはリラックスしなさいということで、もうこれもキャンセルしたりとか、もう塾も休ませたりね、もちろんもう学校だけはちゃんと行ってもらって、でもうゆっくり、もうとにかく好きなことしてリラックスしなさい、そして体を自分で自分の力で治してくださいねということでね、ちょっと漢方薬服用しながら、もうそしたらなんかね、すごく元気になりました。この3連休、ね、娘はほぼほぼです、ほぼほぼ外に出ずね、うちの中でもリラックスしながら、まあ、ちょっとね買い物付き合ってもらったりはしましたけれども、なんかそれですごくなんかね、緊張がほぐれて、で体も元気になってっていう感じで、今日は笑顔で行ってきますということでね、制服をね着て元気に登校してくれたので、あ、よかったなと思っているところなんですが、だからね、体のケアもちろん大事なんですが、ちょっと精神的なケアっていうのもね、見守る家族としてはこれも大事にしなきゃなと思いますよね。なんかちょっとあんまり勉強してないんじゃないと思っていたりしても、やってるんですよね、本人ね。うん、やってるのよ。本人が一番よく分かっていて、ね、そういうところありますから、もうついつい言いたくなるんだけど、そこをぐっとこらえて言わないとかね。先ほどもありましたように、やっぱり家族は
前向きに、本人が不安になっているので家族は前向きに、そして、明るい笑顔でね、ちょっと添えてあげてっていうのが一番見守りたいとしてはいいかもしれませんね。まあ体調管理はね、忘れずにということで、手洗い、うがい、マスクをね、着用するということ、これだけでね結構違いますから。あと私的に言えば、腸内環境を整えているとね、あのちょっとした風邪でもポヨーンとね、あの跳ね返してあげることができますのでね、これもいいかもしれませんよね。受験生の皆さん、そして支えている皆さん、 あと少しですね、まずはセンター試験ということで頑張ってくださいね。さあ、そして、子どもたちの、ね、記事関連してということで、前にねこんな記事があってちょっと紹介したいなと思っていたので、こちらスマホ携帯で視力低下ということでね、こちらは学校の養護教諭の先生方、9割の皆さんが実感しているという見出しで出ていました。学校現場で児童生徒と接している養護教諭の9割以上が、子どもたちの裸眼の際の視力の低下が進んでいると感じ、最大の原因はスマートフォンや携帯電話と考えていることが、まあジョンソン&ジョンソンが実施したアンケートで分かったそうです。これは今年5月から、あ、今年じゃない、去年ですね、昨年5月から7月の3ヶ月間、小中高校の養護教諭741人から回答を得たもので、児童生徒の視力低下が進んでいると答えた人は全体の 92%、 学校の種別では高校 90%、 中学が 93%、 小学校が 97% で、もうこの数字だけでも分かりますが、低年齢の学校になるほど視力低下を強く感じていると養護教諭の先生方がね、思っているということですからね、これは顕著ですよね。その原因について複数回答方式で尋ねると、最も多かったのはスマホ携帯で 91%、 次いで携帯型ゲーム 80%、 パソコン 69%、 テレビ 32% の順です。テレビが低いんだね、私たち小さい頃はテレビだよって言われてた時代でしたけどね。で、あの親が期待している勉強や読書で目が悪くなってるんじゃないっていうのは 16% にとどまったということでね、もうこれ時代だよね。ただし小学校に限ると最も多かったのは、まあ、ただしっていうのは先ほどのね、多かったものに対してのただしですが、携帯型ゲームが一番多い 88%ということになっていたそうです。その後はね、まあ、大体小中高生と一緒ということですが、やっぱりゲームね、大きな画面でテレビに通してっていうよりは、今だって携帯型のもうちっちゃい画面でやるでしょ。それも集中しているから、やっぱりね、眼精疲労にも陥りやすいっていうこともありますよね。その上目が悪くなっているからということで、今眼鏡をかける子も多くなってきてるし、で眼鏡だけじゃなくて、まあ、あのファッション的なことも考えたりとか、あと眼鏡では、ちょっと目が悪すぎてね、度数を高くしてしまうと頭がちょっと痛くなってしまうんですね。私もあの乱視も強いので、それはとってもよくわかるんですが、視力矯正、あの眼鏡よりはコンタクトの方がやりやすいのでね、コンタクトレンズを、着用する、まあ、人が、低年齢化しているということで、それもねちょっと良くないんじゃないかとも言われていますよね。まあコンタクトレンズについては 88% が装用しているということで、それも今話したように低年齢化が進んでいるということでね、もう心配です。だから、あの若い女性を中心におしゃれ目的で人気を集めているこのカラーコンタクトレンズ、カラコンよ、これもね、もうこれがないと、もう一回つけるとね、わかる。私もカラコンがね、あの最初出始めの頃よくつけていたんですが、カラコンつけるとやっぱりあの瞳の感じもね、印象も違ってくるので、まあ、つけている気持ちもね、あの楽しくなってきますし、で相手からの見た目の印象も違ってくるということね、これおしゃれ目的でつけているんですが、本来コンタクトレンズというのは視力を補うためのもので、まあ、そこからね、いろいろといろんな方に使ってもらおうということで、このね、どんどんと利用者が進んでいるということですが、なかなかね、若い子たち、もう2日3日つけてましたとかね、そういう子も
多いらしいですね。もうコンタクト、もう長年、もう本当にもう30年近くつけている私からすると、あ、危ない危ないって思っちゃいますよね。で、結構カラコンでね、目を悪くしたりとか、あと病気、目の病気にもなりやすい子も多いということで、それがだんだんね、中学生だけじゃなくて小学生もつけるようになっているということでね、ちょっと瞳を全部覆ってしまうので、黒いところ全部覆わないといけない、ちょっと大きめなんですよね。だから酸素を通さなかったりとか、やっぱりちょっと厚めにもなっているんですかね、まあ、ちょっと詳しいところまではということですが、本当にカラコンをつけたまままたスマホ携帯をしてしまうとね、まあちょっとこれも心配ですしね、学校で検査してるだけでも養護教諭の先生方そうおっしゃってますので、これはちょっとこのね、あ、知らなかったっていう方はこれを機にしっかりとね、ご家庭の方で指導もしていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますよ。まあ、かくいう私の娘もね、もうコンタクトじゃないと嫌と言っておりますので、もうワンデーのしてものにしてもらってね、眼鏡と併用してなんとかね、目の健康は保っているところではありますが、ちょっとこれは心配な話題でしたね。さあ、話題いろいろユンタクランチボックス前半お届けしました。さあ、後半に向かう前に CM と、そして一曲お届けしましょう。フリップでバーロー。ありがとう。ゆきちゃん、これ後で追加お願いします。メール来てました、はい、あ、こちらだ、あーあーそうなんだ、あーお、やばいやばい、ビーチベルシルバーさんね、はあ、すごい作業着がお似合いの、ありがとうございます。主婦帯プレゼントや応募ということでね、ありがとうございます。この後は笠地蔵を読んでまいりたいと思います。また私の大好きな黒井健さんの絵の本をね、持ってきました。日本の昔話、いろんな、出版社からいろんな本が出てますが、私はこの笠地蔵、おじいちゃんおばあちゃんの絵がね、いいんですよ。優しい絵で、見えますか、こんな感じ、なんかいかにもいそうなね、全然なんかアニメっぽくなくてっていう感じではあるんですが、今っぽくない感じではあるんですけどね、ちょっとぼやぼやしてるかな、監修の お届けしたのはフリップでバーローでした。CM 行きます。
さあ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 、この後は46分まで行けます。石底巻の四択ランチボックス。巻ママこと石底巻の四択ランチボックス、主婦帯火曜日 FM761 でお届けしています。ツイキャスユーストリームの皆さんもありがとうございます。さて後半はマキママがラジオでちょっとだけ読んじゃうようのコーナーですが、あ、主婦帯プレゼントをね、応募してくださった方がいますね。ちょっとだけ紹介しておきましょう。マキさんこんにちは、してからに初めましてということで、ビーチベルシルバーさんからいただきました。よろしくですということで、先ほどマキさんの前にコーヒーを入れてましたよということで、あ、始まる前に、そう、私コーヒーを買ったんですが、スタジオに入る前にね、あなたでしたか。果汁屋さん？あ、行ったらいけない。名前は言ったらいけないね。言ったらいけないね。そうそうそう。ビーチベルシルバーさん。ありがとうございます。笑顔が素敵な方。お仕事のね、合間に来てくださったんでしょうか。ね、主婦帯プレゼントにしっかりと応募のね、枠に入れておきますからね。ありがとうございます。これからもよろしくね。時間あったら聞いてくださいね。さあそれではちょっとだけ読んでみようねというコーナーですが、今週は、セレクトした本は、まあ、毎年1月になると読みたくなる一冊お話ということで、絵本は2006年12月、同心社から初版が発行されました、笠地蔵でございます。松谷美代子さんのお話、絵は黒井健さんの絵本からご紹介したいと思いますが、日本の昔話なので、それぞれに作家さんがね、絵本作家さんがいろんな思いでいろんな言葉で綴っているんですが、私はこの松谷美代子さんのお話に馴染んでいるので、著作権の関係上全部ということで読めないんですが、途中私の解説も入れながらご紹介したいと思います。では笠地蔵。昔、山の村に笠作りのじいとばあがいた。スゲという草を刈って干して、笠を編んでな、暮らし立てていた。二人の間に六人、子供が生まれたけれど、ちゃっこいうちにみんなあの世へ行ってしまってね、二人暮らしだった。ある年の暮れ、お年越しだもの、正月魚に餅に米買ってくるから。じいはそう言って町へ出かけた。売り物の傘背負ってな。傘や傘、雨雪しのぐ傘や傘。町に着くとじいは声を張り上げて傘を売り歩きますが、年の暮れで忙しい人々は家の戸すら開けてくれず、買い物に来た人たちも忙しく行き交ってじいの声に振り向いてもくれません。傘一枚も売れなかった。そのうち雪が降ってきた。その雪がな、ほた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 、ふるわふるわ、風も出てきた。しがだね、傘一つ売れねえけど、けるか。とぼりとぼり、雪ん中、じいは帰り道に着いたが、疲れてな、立ち止まった。気がつくと、そこは六地蔵様の前だった。のっ
バラにポツンと立ってござる。頭も体もどっぷり雪かぶってな。じい思わず、ほう、寒かろう、寒かろう、冷たかろう。そう言うて雪をお払い申した。ほう、そうだ、触れ残りで申し訳ねえが、おらの傘差し上げるべ。じいは雪を払った。地蔵様の頭に一枚一枚傘をかぶせ申した。そうしたら、ほれ、一枚足りね。あらら、どうすべ。せがだね、おらの古手ぬぐいで我慢してくろ。じいはかぶっていた古い手ぬぐいを取って、最後の地蔵様にほっかむりさせたって。じいはなんだか元気になって、歌なんぞ歌って帰ってきた。じいさま、おかえり。はれ、手ぶらかい。あーよ、申し訳ねえ。実は地蔵様にな。じいが分け話すと、ばあは、ほほ、そりゃあいいことしなさった。ちっとも怒らないでね。いろりに火をたいて、お湯飲んで、漬物を噛んで、二人はお年越しした。明日、明日はお正月。お正月はええもんじゃ。雪より白い餅食うて、油のような酒飲んで、歌歌ってお年越しした。その夜、枕並べてじいとばあは寝た。おらたちの死んだ子らもじいさまに傘もらって喜んでるべな。ばあがうとうとしながら言うと、じいはむにゃむにゃもう寝ておったと。さあ、雪はしんしんと降り続く中、じいは家路をたどりますが、そのうち遠くの雪の中からかすかな歌声が聞こえてきます。人造に傘くれたじいが家はどこだべな、ばあの家はどこだべな、こらさあのさあ。声はだんだん大きくなってくる。あれ、じいさま、誰やら歌歌ってくるで。この夜中、そり弾いてるだな。元気なこっちゃ。けど、じいさま、地蔵に傘くれた、地蔵に傘くれた、なんて言うとるぞ。なに、傘くれた、じいだと。歌声はどん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 大きくなって、家の前まで来ると、ガラガラ、ドーン、大きな音がした。じいとばあがこわごわ戸を開けてみると、そこには味噌やら餅やら米やら正月魚、それに大判小判がちゃんと積んであったと。そうして雪の中を傘かぶった地蔵様と古手ぬぐいかぶった地蔵様が空っぽのそり引いて帰ってゆくのが見えた。じいもばあも豆でな。
遠くで声がする。はあ、もったいねえ。じいとばあは手を合わせたと。じいとばあはそれからもな、じいやばあや声かけ合って仲良く暮らしたと。シャンシャン。この話に対する松谷美也子さんの言葉が載っています。6人産んで6人死んだ、あと2人産んでまた2人死んだ。こう語ったのは群馬のお年寄りでした。産んでも育てることの難しい時代がつい先頃まであったのです。そのお年寄りにはやっと2人のお子さんが育ったと聞いてほっとしたのですが、笠地蔵のお話は子育ての難しかった時代の辛い思いを抱えて生きているじいとばあのお話だと思います。寒かろうと傘をかぶせる地蔵は死んだ我が子の姿だったのでしょうか。まあ笠地蔵、子供の頃から大好きなお話の一つでしたが、大人になってこの思いを受け止めながらまた声に出して読んでみると、まあ、しんしんと降り積もる雪の世界と相まってじーんと心の中に響いてくるんですよね。ご紹介したのは松谷美代子さんのお話で、絵は黒井健さん、同心社から発行されている笠地蔵の中からご紹介しました。さあそれでは時間まで一曲いけるかな。フリップでマドンナ。はいさあ、夢語り始まりということで、北さんありがとうございます。いつもね、皆さんありがとうございますよ。これかな、絵本つながりで飛び出せ絵本の世界とタイムス社で行われているということでね、それをお届けしたいと思います。ね、なので51分ぐらいではフェードアウトしてもらって、うん、石底巻きの
ユンタクランチボックス。さあ、FM 小座、お昼からは主婦日ということで、火曜日、牧ママこと石底牧がお届けしてまいりました。あっという間にエンディングですね。今日は、セレクトアルバムはフリップからということで、ガールの中から、ガール、バーロー、マドンナ、まあ、センター試験に向けて元気が出る声と音でということで、お届けしました。読んだ本は、笠地蔵。ね、いろんな笠地蔵本出てますので、ぜひぜひこの季節に読んでみてくださいね。私も、今度の木曜日から地域の小学校での読み語りボランティア始まりますので、一冊目はこちら持っていこうかなと思っていますよ。さあ、それから北さんもね、はいさーいということでいただいています。ありがとうございます。読み語り始まりということでね、いつも聞いていただいてありがとうございます。あと、七色の声を持つ女子プロって書いてある。女子プロって言っても声のプロということで認定してね、お願いします。チェアクラッシャーマキさんということで、マークさんからもねいただいてますよ。ドクマイさん、ありがとうございます。他にも参加してね聞いていただいた皆さん、 FM761 の皆さんね、もう本当にありがとうございます。皆さんに向けてね、ゆったりした気持ちでいつもお話できているのは、なんかつながっている感じがするからなんですよね。まあ、空の方を見上げていますと、ちょっとやっぱり今日は曇り空がメインになってくるのかな。夜からはねちょっと雨も降るかもということでしたが、まあ先ほどちょっと高速道路走っていましたら、ポツポツとね、ちょっとずつ雨が降ってたりして、でこの雨がねまたね気温を下げたりして急にひんやりとしてしまいますので、まあ気温は低めでも太陽さんが出てるとあったかい沖縄ではあるんですが、どうぞどうぞ皆さんね体調管理には気をつけて、であとあれね、何センター試験とか受験勉強とか試験とかね控えている子どもたちの応援団として、まあ、みんなで体調管理ねケアしていきましょうということで、今日はねちょっと話しておりましたが、ぜひぜひね、もういろんなものを寄せ付けないようにね、もう気合い入れて頑張っていきましょうね。チェアクラッシャーマキからのお願いをよろしくお願いいたします。さあ、そして一つね、こちら先ほど絵本のコーナーございましたが、絵本つながりで沖縄タイムス社の1階ロビーで開催されている飛び出せ絵本の世界、こちら行かれましたか。これはシロップドロップというユニットが県内各地の民話を題材にした絵本を紹介しているイベントです。映像や音楽を交えて絵本の魅力を伝えているそうですよ。ロビーの空間を絵本の世界に見立てて、スクリーンの映像や歌などを織り交ぜ、ミュージカルのように紹介しているそうです。ねえ、読み語りというのは音や映像が入るとまた一層ね世界が広がってきますから楽しいですよね。絵本はうるま市や名護市、浦添市など10地域の民話をもとに作ったということで、10の地域から集めたお話をもとに作ったということで、ね、皆さんの知らないお話、知ってるお話でもこんな風になるんだといういろんな楽しみ方ができそうですね。このイベントの中ではポントンプン星集め物語が毎日上映されていて、朝10時から、ね、夕方は午後5時までということで、その中で行われているそうです。で、何回か上映されているんでしょうね。で、1月16日の金曜日はランチタイムショーということで、12時半から12時45分までの15分間行われるそうですよ。お昼休み時間が取れる方は金曜日ね、今度の金曜日狙っていくといいかもしれませんね。で、イベントの2つ目は窓絵本と箱の絵本ということでね、これも創作絵本ということで、これも楽しみですよね。展示されています。あと3つ目は子どもたちと作る私の町のお話歌ということで、若狭児童館でね、那覇市の若狭児童館で16日金曜日にワークショップ&飛び出す絵本のショーが10時半から12時まで行われるということで、詳しくはね若狭児童館の、このブログ開いてみるといいかもしれません。私もねそこでちょこっと見たんですが、このユニットさんの紹介とかどんな風に楽しめるかとかって書いてるみたいですよ。まあ1月もいろんなイベントありますのでね、私も時間があれば足を運んでみたいなと思います。さあ、それでは主婦日火曜日、ユンタクランチボックス石底巻きはここでお別れです。明日は主婦日水曜日ということで、ヤコベイビーこと富島靖子ちゃんの登場です。それではまた来週。